ピエールド・フェルマーは、フランスの裁判官であり、数学者。フェルマーの定理で知られ、数論の父とも呼ばれる。農民が空腹と貧困で、一気を起こしていた時期に、フランスの小さな農村で誕生した。正確な生年月日は確定されていないが、1607年10月31日から12月6日の間である。従来は1601年とされていて墓悲鳴に、 記されている、1665年1月12日57歳で、シスとの記述と没年齢との矛盾が謎であった。2001年に発見された資料で、1601年8月17日に生まれて、生後すぐ死んだ兄ピエールとの混同であったことが確定した。その後の2007年の調査により、 青年月日は1607年10月31日から12月6日の間であることが確定した。父ドミニクは、富裕な毛皮商人であり、母クレールは、法律家の家系の手であった。1631年法学士の学をへ、トゥルーズ議会の直線議員となったのを機会に、ピエールド・フェルマーと貴族の締め義堂を得た。法律家としての職務の傍ら、 数学の研究を趣味としていた。数学においては、パスカルと共同で確率論の基礎を作り、デカルトと文通を交わしながら、デカルトとは独立に解析幾何学を創案するなどの功績を残す。解析幾何学については、デカルトが二次元での理論にとどまったのに対し、フェルマーは三次元空間でも考えていた。その他、幾何学、微分析文学といった、 処分野においても先駆的な仕事を残しており、特に数論における仕事は独創的で高性の数論家たちに大きな影響を与えた。数論への系統の直接的な契機は古代イギリシャの数学者ディオファントスが表した三述の注釈本を1630年頃に手に入れて研究したことのようである。三述を熟読していくうちに彼はその余白に 有名な48の注釈を書き込んだ。フェルマーの数論における仕事が世に知られるようになったのは、その死後に長男のサミュエルが算術を父の書き込み付きで再出版してからであり、数論の研究においては事実的に孤立していた。48の書き込みのうち47の命題は、後世の数学者たちによって証明、または反証が与えられたが、 最後の一つとして残った二番目の最後に残されたという意味でフェルマーの最終定理とも呼ばれるようになった有名な命題は中学生でも理解できる単純な内容であるにもかかわらずプロアマ誰一人として証明も否定も成功せず360年にわたって数学の原動力の一つであり続けたこの問題は最終的に1995年アンドリュー・ワイルズが 谷山、志村予想の一部を証明したことによって、ようやく解決され、20世紀数学の長尾を飾る、金字党となった。言語にも堪能であったフェルマーは、母語のフランス語のほか、スペイン語やラテン語で詩を作り、高い評価を得ている。ありがとうございます。